続いて、あいつこんなこと言ってました、はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなど有名人が調子をぶっこいて話していたことをチクってもらう企画です。ラジオネームペケミニ、有吉さん、ジオラマ並みにごってごてのメイクをしたガンプラズラの量産型ブスがたくさん載ってる雑誌から出てきたキャリーパミパミちゃんが、ゼップ東京で行われた自身のライブ MC でこんなことを言っていました。私の夢はウォルト・ディズニーを超えることです。はぁ、お前にしたって西野にしたってウォルト・ディズニーと恵比寿吉和を間違えてんじゃねえの。すっぴんが尾藤勲にそっくりなおしゃれ番長と、大口叩いてケツも吹かねえ口だけ番長がよ、夢見るのは勝手だけどな、寝言は寝てから言えや。しょうがねえな、俺がお前らの身の丈に合った目標考えてやったわ。まずキャリー、お前の目標はブスで歌が歌えるからスーザン・ボイルな。で、西野、お前は絵が描けてクソつまんねえから鶴太郎さんのカバン持ちな。よかったな、新しい目標ができて。二人とも気張りすぎてクソ漏らすな。ビバップ的な。最低だなこいつ。いいですね。あげちゃうけどね。俺はあげちゃいますけどね。ラジオネーム味噌塗りランドセル。有吉さん、生き物の底辺の肩書きを持つ読者モデルの野郎13人が読モカフェ音楽部という胸クソ悪いふざけたユニット名で3月27日にデビューし、メンバーの誰かがその意気込みを語り上がってます。歌でメイクの素晴らしさを表現できたことが今回のプロジェクトの参加してよかったことです。たくさんのみんなの夢が詰まった作品になってます。うるせえ、聞くかそんな歌。長渕剛の野蛮なうるせえ歌聞いてる方がまだマシだわ。どうせ売れねえしオリコンにもランクインしねえんだからよ、とっとと脱いで13人のチコツってタイトルの AV 出て、そのドスゴロ乳首拝ませろ。若さがゆえの過ちで読者モデルなんかになってしまい、道を外してしまったことを一生後悔しとけ、この枕営業娘。こいつ誰だぞ。ミゾルリランドセル、これ出ますよ、これイエローです。イエロー出た。これはさすがにイエロー出しますよ、これさすがに出るか、やっぱもう一枚出たらもうあれですか、没収ですよ、すべて。はい、気をつけてください、気をつけてくださいね。送ったステッカーも返させますからね。ラジオネーム三平、有吉さん、誰よりも自分を大切にしている女ベッキーさんが。そうだけど、いいことじゃないか。自分を大切にしている女ベッキーさんが TBS ジャンク山里亮太の不毛な議論に出演した直後、ツイッターでこんなこと言ってやがりました。通称デスラジオ出演完了、ヒヤヒヤ、でも楽しかったです。もっとメガネ亭ネガティブ左衛門さんと喋りたかったです。はあ、喋り足りねえならな、サンドリにも来いや。あ、サンドリを知らねえだと、バカが、地方 FM を舐めやがって。毎週日曜夜8時、人畜無害のパーソナリティ岡本信人が雑草の魅力を語りまくるドリーミンな2時間、それがサンドリだ、バカ野郎。毒にも薬にもならないお前にはもってこいの牧歌的なラジオだからよ、タンポポでも積んで半蔵門まで持ってこい。騙し打ち、騙し打ちしてやろうか、本当に。ラジオネーム騙しやすけし、アリーさん、アメーバブログを見て回っていたら、おすすめブログという欄で知らない人のブログを紹介されたので、ここでチクってやろうかと思います。皆さんこんにちは、お料理タレント菅本優子です。春から料理の学校に通いながらタレント活動をしていきます。今はまだまだ未熟者ですが、一人前の料理研究家になれるよう頑張ります。応援していただけたら嬉しいです。おい、お前よく見たら元 HKT48 のユーコスじゃねえか。
何の理由も発表されず脱退して、さまざまな憶測を呼んでけじめをつけなかったらアイドルらしからぬアイドルのユーコスだろ。俺のこと覚えてる？俺さ、ユーコスの画像でよくお世話になってたし、ユーコスの画像で目が合ってたんだけど覚えてないかな。料理研究家ってことはこれから先俺たちにさまざまなおかずを提供してくれるんだろ。期待しちゃうぞ。個人的にはユーコスの歯を磨いた後の口内に残った泡とかおかずになるんだけどどうかな。今料理研究家ってジャンルは園山蒔絵とかいう二股するだらしない男を食で調教しようとするモナリザ顔のばあさんしかいないから、チャンスは必ず巡ってくるよ。僕も NMB48 の山本沙耶香ちゃんを応援しながらユーコスのこと待ってるからね。まあでも脱いだ方が早いんじゃないかな。何を言ってんの。